この組み合わせどうなんやろうな。なんか一見カリンがきつそうには見えるんやけど、やっぱザンギって守り弱いから一回触るときにマジでザンギそのまま死ぬんっていうイメージはありますね。ザンギ対カリンは、まあ結構いい勝負なんかな。ニャンピさんはルーク練習してたっぽいけどね。このランクまでなんかよく当たるから。買ったことないこれ、ニャンピさんに多分。さあ、お互いリーサル。あとルークは弱体化されて、まあ今カリンやってるっぽいね、また。いいね。まあこの時のザンギ強いからね。シューパンとシャワインコパン。あー今あれかボルチスか、うほうほう回してるね。いつでも回してる感じだ。埋めて減りすぎ。うおーマジか、太い。運んで投げてからの、はい、いやー死な死んだ、うん。スト6のライセンスは、いやさすがにリセットでしょうね。リセットにしないといけないとダメだと思う。だって違うゲームやから。引き継いだらおかしいでしょ。逆に。リセットでいいと思います。そっからまたなんかこう、プロレス目指すぞっていう形でいいと思いますね。まあバージョン違うだけでもちょっと怪しいかなと思うぐらいやけど、まあさすがに、カプコン側もプロが多い方がいいからね。賞金出せるし。うまい。おーなんか漏れた。あー美味しい。いろいろあって。わーなんかいろいろ。いろいろある。本当にいろいろあった今。今の20秒間ぐらい。うん。まあ、最初のリーグとかどうするかっていうのはルールのちょっと難しそうではあるね。うん、5の時はライセンス制度できた時にカプコンの推奨でその時点のトップ層に入る。なんかね、招待制の大会があって、でその時になんかもらえた俺とかは。うまいですね。ザンギやっぱね、これ守りが超きついんよね、ほんまに。これでやっぱ死ぬんですよね、ザンギ言うて。他のよりやっぱ守るのきつい。立ち回りはまあザンギ有利だと思うんですけど、やっぱリターン差がやっぱり、まあ狩りの強いところですね。火力があるっていうのが。うまい。うわー確認きついですよ。きついきつい。おーナイスナイス V スキル。おーマニアックだな。うわー打てる子だ。あそこで EX 消去打てる子だ、ニャンピさん。
おお。ああ、匂った。一回撃てたから。うわあ、ダブル KO。ここで痛すぎる。反応早すぎた多分今。引き付け甘かった今。反応がちょっとね、もうちょっと引きつけた落ちそうだった感じでしたけど、めっちゃ痛いな今の。うまい。本物選択が素晴らしい。投げてー、ガー投げてー、ガーきつい。終わるなゲームが。ゲージマックスなのがいいね。橋がマジで、うわー終わる終わる終わる。おぉからの、いやーこれはどうだ、うおぉ、うおぉ、うわー、あーうまい。いやでも今のきつかったな。これ死ぬか。あそこから全部通すのはマジできつい。やっぱ V シフトがやっぱり、てかスクリュー下げた瞬間にもう終わるから。しかもジャクジャクガードした後に V シフト多分めっちゃうまくて、あれに対して多分リスク壊すんほぼできないよね。今のはあのニャムさんがうまかったもん。ちゃんとあの打撃ガードしてから V シフトしたから、いや今のうまかったな。でも一番的にはとにかく1ラウンドダブル KO になったのが正直終わってましたね。マジできつい。いやーでもいい勝負やったな。面白かったな。めちゃくちゃ面白かった。